こんにちは、みんな。今日はちょっと歴史の授業風になっちゃうけど、マジで面白い話があるんだ。それはね、日本海海戦について。この戦いがどんだけすごかったか、一緒に掘り下げていこうぜ。さてみんな、日本海海戦って聞いたことある？1905年に日本とロシアがぶつかった、めちゃくちゃでかい戦いだよ。この戦い、ただの戦争じゃなくて、戦術や技術、さらには世界の歴史にまで影響を与えてるんだ。でも、何がそんなに特別なの？今日はその秘密を一緒に探っていくぞ。そして、ちょっとしたクイズも用意してるから、最後まで集中してくれよな。早速クイズからいくぜ。91、日本海海戦が行われたのは何年？へい。1904年、 B 1905年、 C 1906年。正解は B 1905年。この年に戦われたこの海戦は、世界の海戦戦術に大きな影響を与えたんだ。92、日本海海戦の日本の指揮官は誰？山本五十六、 B 東郷平八郎、 C 乃木希典。正解は B 東郷平八郎。この人の戦術と英雄的な行動が日本の勝利へ大きく貢献したんだよ。じゃあ、なんでこんな戦いが起こったのか、軽く背景から説明していくよ。19世紀末から20世紀初頭にかけて、ロシアと日本はアジアでの影響力をめぐって緊張が高まってたの。特に朝鮮半島や満州での利権が大きな争点だったんだ。双方ともに妥協は許されず、ついには1904年に戦争が勃発。そこから数々の戦闘が繰り広げられ、1905年5月に日本海でこの大海戦が行われることになったわけ。日本海海戦は1905年明治38年5月27日から28日にかけて、日本とロシア帝国の艦隊が日本海で激突した歴史的な海戦です。この戦いは日露戦争の中で最も重要な海戦とされ、その結果は世界中に衝撃を与えました。ここではこの海戦の歴史的背景と概要、戦術と戦略、英雄と人物像、技術的側面、そして文化的、社会的影響に焦点を当てて解説します。歴史的背景と概要。日本海海戦の背景には、日本とロシアの間に生じた激しい利害対立があります。特に朝鮮半島と満州における影響力の拡大をめぐり、双方の間で緊張が高まっていました。この緊張は1904年に日露戦争の勃発につながります。戦争の中で日本海海戦はロシア太平洋艦隊を壊滅させ、日本の勝利を決定づける重要な役割を果たしました。戦術と戦略。日本海海戦は戦術面での革新が目立つ戦いでした。東郷平八郎提督の率いる日本艦隊は、精密な射撃と高い機動力を生かし、ロシア艦隊に大打撃を与えました。特に夜間攻撃や無線通信の戦術的利用が、これまでの海戦の常識を覆すものでした。この戦いでの日本の勝利は、小国でも革新的な戦術と勇気があれば大国に勝つ可能性があることを世界に示しました。英雄と人物像。この海戦では東郷平八郎やロシアのオジェストベンスキー提督のような英雄的人物が登場します。彼らの決断やリーダーシップは戦いの結果を大きく左右しました。特に東郷平八郎は、その冷静な判断と勇敢な指揮で日本海海戦の勝利を導いたとされ、日本では国民的英雄として称えられています。技術的側面。日本海海戦では最新の蒸気機関や火砲技術が使用されました。両国の艦艇や兵器の技術的な比較からも、この時期の軍事技術の進化が垣間見えます。戦闘における通信手段や航海技術の進歩も重要なポイントです。文化的、社会的影響。日本海海戦は日本やロシア、さらには世界に多大な文化的、社会的影響を与えました。この勝利は日本の国際的地位の向上をもたらし、アジア諸国に大きな希望を与えました。また
害は後の海軍戦術の発展にも大きな影響を与え、世界各国の海軍における戦術や戦略の見直しを促しました。日本海海戦は技術、戦術、そして人物の3つの面で後世に大きな影響を与えた歴史的出来事です。これらの要素が組み合わさり、一つの大きな転換点を作り出しました。この海戦を通じて勇気と革新がいかに歴史を動かすかが示されたのです。僕からの質問、さて今日は日本海海戦の話をたっぷりとしてきたけど、ここでみんなに質問だよ。もし君が戦時中の指揮官だったらどんな戦術を取る？また現代の技術を使って戦争をどう変えると思う？みんなの意見が聞きたいからコメント欄で教えてください。戦略、技術、あるいはリーダーシップ、どの角度からでも OK だからね。というわけで今回は日本海海戦についての深掘りをしてみたよ。この話題についてどう思った？そして今日の内容が面白かったと思ったらぜひチャンネル登録やいいねを忘れずにね。それじゃあまた次回の動画で新しい歴史の謎や面白い話題を探っていくから楽しみにしててね。この歴史の授業がみんなの何かの役に立ったら最高だな。それではまた次回まで。みんなコメントやシェアもよろしくね。バイバイ。